こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションタンバリン編。この動画ではタンバリンの持ち方、振り方、考え方について解説していきます。タンバリン始めるにあたっての基本的なところですけれども、この基本が一番大事なところなので、ぜひマスターしてください。僕の動画ではどんな楽器でもいかに楽に演奏するかということに重きを置いて解説していきます。なぜ楽に演奏することが大事かというと、自由自在に演奏することができるからです。体のコントロールと楽器のコントロール、楽に演奏することによってその可能性がどんどん広がっていきます。ひいては、どんな楽曲でもどんなシチュエーションにも対応できる能力がつくというわけです。で、もう一つは、怪我をしない、このためですね、大事です。腱鞘炎をはじめとする怪我のリスクを最大限に下げるために、楽に演奏する方法を覚えましょう。ではいよいよタンバリン持ってみましょう。タンバリンを持つ手は右でも左でもどちらでも構いません。大抵は利き手なんですけれども、実際持ってみて、振りやすい方、楽だなと思う方で大丈夫です。ヘッドレスタンバリンは大抵こういった取っ手の部分、グリップ部分がついてますので、このグリップの部分を親指と人差し指、中指の3本指で軽く握ります。で、残りの2本指は、添えるだけですね。こんな感じで持ちます。このグリップ部分は、メーカーによって結構形がまちまちなので、もしかしたらお手持ちのタンバリンがいまいちこう手の形と合わないとか、握りづらいということがあるかもしれません。そういった場合は何かテーピングのテープとかビニールテープを巻いて、こう握りやすいように調整してください。僕もかなりこう巻いてですね、太くして握りやすいようにしています。構え方です。肘を曲げて、だいたいこの肘の角度が45度から60度くらいの曲げ具合ですね。で、高さがだいたい自分の肩の高さくらいに楽器が来るように構えます。このタンバリンのフォームが何かに似てるなと思ったら、漫才とかでなんでやねんっていうのありますよね。なんでやねんっていうこの形がですね、タンバリンのフォームとして完璧なんですよ。で、あとはいや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 っていう腕の振りありますよね。これがタンバリンの振りとしても完璧なんですよ。なんでやねん、いや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 っていうのが、なんでやねん、いや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 、こうやって覚えていただいても OK です。はい。この角度、この高さっていうのはいくつか理由がありまして、例えばですね、こう低く構えてしまうと、問題なく演奏はできるんですけれども、このタンバリンの重さが直に手首に来てしまうので、長時間演奏するとちょっとこの手首への負担が大きいというのがあります。なので、ある程度こう傾けることによって重さをですね、軽減しています。ライブなど人前で演奏することを想定した場合、タンバリンっていうのは結構見栄えする楽器なので、低すぎるとあんまり見栄えが良くないっていうのと、もう高すぎると、もう顔のモザイクみたいになってしまうので、大体この肩の位置あたりがちょうどいいかなと、個人的には思います。タンバリンの振り方についてです。3つの振り方紹介しますので、この動画で3つマスターしましょう。1つ目は手首を固定して肘から先を動かして振る奏法です。さっきのいや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 ですね、いや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 、あまり大きく動かす必要はないので、自分が楽な速さで等間隔に刻めるようにしばらく振ってみましょう。
2つ目は手首を使った振り方です。さっきのあのいや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 っていうのがあったと思うんですけど、これを今度手首だけにして、あの小さくですね、いや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 とやるのを、タンバリンで持って肘は固定、手首だけで、まあ、このように動かします。タンバリンっていうのはですね、このジングルが端から端に当たった時に発音しますので、まあ、最小限この分だけ触れれば、音は鳴ります。なので、まあ、楽に楽にですね、まあ、これぐらいから始めてだんだんテンポアップしてください。で、ある程度の速さのところでしばらく振り続けてみてください。基本は肘から先を動かして、リズムを演奏します。で、テンポが速くなったり、あとは細かいフレーズを演奏するときに、この手首を利用します。最初は肘から先を動かして、だんだんテンポが速くなったところで手首の方にシフトしていくというのをやってみます。3つ目の振り方ですね。今度は肘から先を回転させてタンバリンを振ります。肘から先とこの、まあ、タンバリンの中心のラインがだいたい一直線になるようにしまして、これでこの腕を回転させます。手だけでやるとこんな感じです。だいたい肘から人差し指のラインが、軸になって回転するような感じ。この手首がこういうふうに寝てしまっていると、こううまく回転させられることができないので、なるべくこの一直線を意識して回転させます。楽な速さで構いませんので、一定の間隔になるように、気をつけながらしばらく振ってみましょう。以上3つの振り方ですね。腕、手首、回転、これらの3つを組み合わせてタンバリン演奏していきますので、ゆっくりからでいいので一定のテンポでそれぞれ刻めるように練習してみてください。はい、というわけでタンバリンの基本、持ち方、振り方、考え方について解説しました。実はまだこの振る方の右手しか使ってませんので、次回以降ですね、動画でこの左手使ってアクセントとかバリエーションを入れる方法を解説していきます。こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信していますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。